ウトドアタイムドットチャンネルの長野です。今回皆様にお送りするのはこのプライベートウォールの構造や作り方についての後半です。後半の部はこのプライベートウォールが総額でいくらしたのかとか、あとこのプライベートウォールがどれぐらいの期間でできたのかっていうお話をお伝えしていきたいと思います。それではレッツライミン。それではこのプライベートウォールの全体をうまくね動画でね映すことができなかったんでね、ちょっと模型を作ってみました。おーおー、オッケーオッケー。はい、こちら割り箸と段ボールとセロハンテープ、輪ゴムで作ったオリジナルの模型です。どうですか、見てください。めちゃくちゃいびつですね。ちょっとね曲がってますけど、まあ、説明するとこのこちらこの割り箸が単管パイプですね。単管パイプをこのようにボックスのようにね、このようにボックスに組んでね、ほんと箱ですよね、正方形の箱みたいです。ボックスですよね。でこちらが壁です、コンパネです。こちらが傾斜角、こちらが水壁ですね。まあ、このように単管を組んでコンパネをはめていくと。でちなみにこの黒いのがタルギですね。タルギにコンパネを打ち込むと。こちら傾斜角。こんな感じで作りました。次にですね、多分気になってる方もいらっしゃると思いますが、この部屋は何キロまで足られるのかというのと、このプライベートウォールがどれぐらいの重さなのかっていうことだと思うんですが、このプライベートウォールの総重量は約260キロです。260キロって聞くと、うわ、床抜けちゃうんじゃないかなとか、うわ、大丈夫かなって思いますよね。それで私もね、ちょっとね、心配になったんでね、この家を建てた会社にちょっと問い合わせてみました。そうするとこんな答えが返ってきました。1平米あたり180キロまで耐えられる作りになっているそうです。でちなみにこちら6畳です。6畳を平米で換算すると約10平米です。で、1平米あたり180なので、まあこの6畳で全体で180キロ。違う。1800キロまで耐えられる計算になります。なので、こちら単管パイプ、6本足があるので、まあ単純に割ると、1本あたり45キロぐらいの重さが床にかかっているということで、まあ分散してできてるんでね、床が抜けることはないと思います。次にですね、これもね、皆さん多分気になってる方もいらっしゃると思うんですが、このプライベートウォール、どれぐらいの期間でできたのかというと、ででん。約、1週間です。7日間でできました。7日間ですね。資材を買いに行く時間と、トントン、コツコツ、ガチャ、期間を合わせて、まあ約1週間ぐらいでできました。まあ連続で1週間やったんではなくて、まあ休みの日に、まあトータルで数えたら、まあ約1週間ぐらいで、できました。最後に、多分一番皆さんが気になってるお話をします。このプライベートウォール、一体どれぐらいの値段でできたかっていうことですよね。ででん。約13万円でできました。13万円の内訳はですね、まず基礎部分ですね。単管だったり、クランプ、タルギ、そして、コンパネ。要するに、まあ、ホールド以外は約6万かかりました。基礎部分より高かったのが、ホールドです。ホールドで約7万かかりました。で、トータルで13万なんですが、ホールドは100個ですね。100個のホールドを買いました。ちなみに、ホールドと爪付きナット、ホールド止めるボルト以外は全部、まあ、近くのホームセンターで買いました。
その挙げた3つはホームセンターでねちょっと売ってなかったんでね、後で買いました。はい、いかがだったでしょうか。今回はこのプライベートウォールの構造や作り方について前半、中盤、後半の3つでお送りしてきました。この動画を見てね、質問等がございました、コメントをしていただけると大変嬉しいです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。